まだこんなに嫌がったのかよ。危ないところだったね。怪我はないかい？ユーゴか。誰かと思うたらアンさんがかいな。リュウジはともかく最近よう会いますな。サナダアラタハン。チェッ、バラすんじゃねえよ。ええ、ま、そういうこった。俺が真田新ただ。あら、君が新しくフーディエに入った新人かい？うん。なるほど、いい目をしている。それに趣味も合いそうだ。彼を紹介するためにわざわざ会いに来てくれたのかい？いや、報告があってきた。ユーゴ、ジミー・ケンがザクソンを離反したぞ。知っているよ。僕とフェイはその件を調べていたところなんだ。九段のメフィストさんのアカウント狩り、あれにもデモンズが関わっていたようだね。アカウント狩りで資金を集めて一気にチームとして勢力を広げたというところだ。調べが早いな。この件は僕たちに任せてほしい。ここで弱腰を見せれば他のハッカーチームに示しがつかない。力で押さえつけたってエデンは守れないぜ。離反する奴が出るなら放っておけばいい。行動の善悪は誰かに決められるもんじゃねえだろう。それを見過ごせば誰がハッカーの暴走を阻止するんだい？誰もがかつての君たちのように己の信念だけで自分を律することができるわけじゃない。明確な規律はどんな場所でも必要なものだと僕は思うよ。俺が言いたいのはハッカーは何者にも縛られるべきじゃないってことだ。大地、お前らのやり方は。黙っていろ、真田。リュウジ、お前ならわかるだろ。俺たちはもう俺たちじゃない。逃げ出したお前がエデンのハッカーを語るな。ああ、そうかよ。勝手にしろ。彼と理解し合えないのは残念だよ。あれだけ力のあるハッカーは。やつの話はこれでしまいだ。ユーゴ、こいつがデモンズの面倒に巻き込まれちまった。ジミー・ケンからザクソンの情報を探るよう命令を受けてる。彼がフーディエのメンバーと知らずにスパイを命じるとはね。ちょうどいい。では君はそのままザクソンをスパイするふりを続けてくれ。二重スパイをしてほしいという意味さ。デモンズで動きがあったら僕たちに。エンドスか、ユーゴハン。こいつはまだ。はっ、構わないよ。エデンで顔が知られていてはスパイの意味がない。それにフーディエの新人であれば信用もできる。ユーゴハンがそこまで言うならしっかりお勤めしなはれ。フォーラムへの出入りは自由にして。これで君も今日から我らザクソンのハッカーだ。ハッカーの存在理由はデジモンプログラムの使役によってのみ証明される。それがエデンの秩序を守護する我らハッカーの真の姿だ。君が守護者としてふさわしい行動をしてくれることを祈っている。私はエデンの守護者なのだ。何？ K というハッカーに心当たりはあるか？だ、いや、僕は聞いたことがないよ。フェイはどうだい？
バッチも知りんせんな。と言っても他の幹部が使うとる下っ端のハッカーまでいちいち覚えとるわけやあらしまへんけど、そのハッカーがどうし、こいつの巻き込まれた面倒ごとの元だ。おそらくデモンズのハッカーだとは思うんだが、何か情報が入ったら知らせてくれ。受けたまわったよ。君たちには日頃世話になっているからね。君も悪質なハッカーの犠牲者というわけだ。それなら僕などが言葉を尽くさなくても分かってもらえるだろう。暴走するハッカーがどれだけエデンで暮らす者を苦しめているかを。真田新が言うように、僕も根本的にハッカーは自由であるべきだと思っている。しかし自由にはたくさんの解釈があることも事実だ。その君がどんなハッカーになるのか楽しみにしているよ。近いうちに大きい仕事を頼むことになりそうだ。また連絡させてもらうよ。相変わらず話が長い野郎だ。真田から聞いたのか。あいつの話は信用するな。あいつはチームを守らずに逃げた男だ。力がなければ何も守れはしない。いやー、なんかすごいことになっちまったな。ハッカーたちの間じゃザクソン分裂の話で持ちきりだぜ。どこ行ってもその話ばっか。K について何か分かったか？んにゃ、さっぱり。こいつはちょっと手強い相手かもしれないぜ。俺の情報網に引っかからないってことは古参のハッカーじゃないのは間違いないな。お前、あの後あいつから接触はあったのか？そっか、今は様子を見るしかねえな。病院からだ。エリカの退院許可が下りた。おお、長引かないでよかったな。向かい。にしても K のやつ、何のためにお前をデモンズへ呼びつけたんだろうな。今のところ K がターゲットに指名してきたシガもカヤバも犯人じゃなかったわけだし、誤った情報を提供してお前を混乱させようとしているとか。もしそうなら、忘れていたと思っていたが。帰ろう。